私は鈴音、35歳の会社員です。今私は一人で行きつけの店レストランパニに来ています。小高い丘の上に立つこのレストランはレトロな佇まいでとっても素敵。でも今日の私はちょっとしんみり。それは今日が結婚最後の日だから、言い換えれば離婚前夜なんです。鈴音さん、先月ぶりだな。いつもの席でよかったかな。まだリュウさんは来てないよ。え、ありがとうございます。食事はリュウさんが来てから決めるかい？いえ、いつものコースでお願いします。ただ食事するのはリュウが来てからで。あ、わかったよ。なんだかへこんでるように見えるけど、何かあったのかい？いえ、特に何も。シェフと奥様が不思議そうな顔で私を見ていました。実はここ、私と夫リュウの思い出のレストラン。シェフのパニオさんと奥様のパニカーさんがご夫婦で経営されている小さなレストランだけど、とても雰囲気が良くて料理も抜群なんです。プロポーズはもちろん、月に一度はあれこれ記念日を作ってはお邪魔しています。だからシェフとも奥様とも顔見知り。そうそう、離婚の話に戻しますね。リュウとは結婚して10年になります。リュウは高校の同級生で、私たちはその頃から付き合っていたの。大学は違っていたものの、私たちの絆はしっかりと結ばれていたわ。子供ができないってことだけが2人の小さな悩みといえば悩み。でもそれが離婚原因では決してありません。だって私はリュウと一緒にいられればそれだけで十分だったの。毎日幸せを感じていたし、結婚前のいつも笑って過ごそうって約束通り、笑顔の絶えない夫婦でした。そんな私たちだったんだけど、明日離婚届を提出することになったわけで、共通の友人たちに離婚するって話をしたら、なんで離婚なの、あんなに仲良かったのに、そうだよ考え直せなんて言われたりもしました。私はもともと内気で引っ込み思案な性格です。そんな私を変えてくれたのはリュウだと言っても過言ではありません。それにこの先リュウがいなくなったらどうなるんだろうって不安もあるのは確か。だけどね、離婚を言い出したのは私からなの。理由はリュウの態度がここ最近冷たくなったことにあるんです。リュウ、明日の休みはどこに行く？明日は仕事の付き合い。え？ここ半年ぐらいずっとそうよね。仕方ねえだろ、忙しいんだよ。ここ最近のリュウは土曜日はいつも一人でどこかに行っちゃうし、日曜日は疲れているのか寝てばかり。平日は家に帰ってくるものの、食事を一緒にする回数も減ったし、会話も減ったし、笑顔も減ったわ。これって明らかに何か隠してるって思いました。でもそれを調べる勇気は私にはなくて。だけどそんな日々が続けば続くほど私のモヤモヤは膨らんで、ある日爆発してしまったんです。リュウ、いい加減にして、何か私に隠してるんでしょう。別に。明らかに今までと違うのよ。自分で気づいてないの？別に。もしかして浮気でもしてるの？は？浮気？お前俺のこと疑ってんの？だって休日は一人でどっか行っちゃうし、仕事から帰っても笑顔も会話もほとんどないのよ。疑われたって仕方ないでしょ。だったら好きにすれば。こんな感じで言い争いにまで発展しちゃってね、リュウはもう以前のように私を愛してくれるリュウじゃなくなってしまったの。夫婦仲は日を追うごとに悪くなり、もうダメだって思って、それから少しして離婚を決意したんです。リュウ、私たちもう無理よ、別れましょう。ああ。リュウはすんなりと離婚を受け入れました。ああ、私たち本当に終わるんだ。泣いても泣いても
涙が枯れることはありませんでした。私は龍が大好きで、龍がいない人生なんか考えたことがありません。どっちかが先にあの世へ行ってしまっても、あっちの世界でも夫婦になろうって約束もしたんだから。それなのに、それなのに、私たちどうしてこうなってしまったんだろう。どこで間違えてしまったのかしら。そしていよいよ離婚が明日に迫った今朝、私はリュウを思い出のレストランに誘うことにしたんです。リュウ、今夜は最後にレストランパニで食事にしましょう。シェフと奥様にもちゃんとお話ししたいし、何より最後は笑って別れたいから。ああ、そうだな。この時、久しぶりにリュウの笑顔を見た気がしました。ところが、約束の時間を1時間も過ぎているのに、リュウが来る気配は一向にありません。リュウったら、一体どこで何してるのかしら。せっかく笑顔で別れようと思っていたのに、最後の最後まで私をそんなに毛嫌いして、時間だけが過ぎていきました。そんな時でした。奥様が入れてくれた何杯目かのコーヒーを口にしようとした瞬間、突然声をかけられたんです。あの、鈴音さんですよね。はい。誰だろうこの女性は。するとその女性が驚くことを言い出したんです。旦那様は来ません。え？旦那様からの伝言です。ちょっと待って、あなたは誰？もしかしてあなた、龍の浮気相手なの？私の言葉にその女性は静かに答えました。いえ、私ここのシェフの娘です。え？娘さんって確か海外にいるって。もうずっとこの店に通っているけど、シェフたちのお子さんは全員海外にいるって聞いていたんです。そこに奥様がやってきました。この子パニコって言ってね、私たちの子供さ、今は医者をやってるんだよ。海外でいろいろ勉強してきて、半年前にこっちに戻ってきたばかりなんだ。え、お医者様？はい、私はコレ総合病院に勤務しています。実は今日退社しようとしたら、旦那様が運ばれてきまして。え、事故ですか？いいえ、旦那様は癌です。癌？衝撃的すぎて思考が全く追いつきません。今から一緒に病院に行きましょう。ちゃんと説明しますから。私はパニコさんに促されるまま、一緒にリュウが運ばれた病院へと急ぎました。救急センターで点滴を受けているリュウ、その姿を見た瞬間、それまでのリュウに対する苛立ちは全部消え去っていました。パニコさんは私の背中をさすりながら、こう説明してくれたんです。気をしっかり持って聞いてくださいね。リュウさんがガンだと分かったのは半年くらい前になります。半年前？それってリュウの態度が明らかに変わってきた頃だわ。実は私がこっちに戻ってきてすぐに担当したのがリュウさんだったんです。え？リュウさんとはいろいろお話しさせてもらいました。リュウさんの第一の希望は、絶対に鈴音さんに病気を明かさないってことだったんです。え？お二人ともずっと笑顔で過ごしたいって思ってたそうですね。だから病気のことを明かしたくなかったみたいですよ、リュウさん。そんな。うちの両親のレストランが鈴音さんとの思い出のレストランだってことも聞いてます。明日離婚することも、そして今夜はうちのレストランで食事することも。愛し合っていたんですね、とても。目からは涙がポロポロと流れ出てきました。ここに運ばれてきて意識を失う寸前に、鈴音さんにいけないことを伝えてほしいと言われたんです。そうだったんですね。お別れの時期が近づいているから、最後は最愛の鈴音さんと過ごすのがいいんじゃないかと提案もさせてもらったんです。でもね、リュウさんはこう言いました。鈴音は俺がいないとダメなんですよ。だから俺が癌でこの世を去るなんて聞いたら、鈴音はきっと耐えられないと思うんです。だからそれよりも俺のことを嫌いになって離婚した方がいいんじゃないかなって思ってて、
そうすれば俺と別れた後も新しい恋に踏み出せる。スズネ、俺の態度がおかしいって俺の浮気まで疑ってるんですよね。浮気なんかするわけないのに。私は唖然としました。泣き崩れる私にパニコさんは優しく声をかけてくれたわ。スズネさん、リュウさんに深く愛されているんですね。私、医師としてはリュウさんの気持ちを尊重したいけど、やっぱり隠したまま別れるのは良くないんじゃないかって思ったんです。パニコさん、だって夫婦ですもの。辞める時も健やかなる時もって結婚する時約束しましたよね。それに私、さっき鈴音さんに初めてお会いした瞬間から、鈴音さんは大丈夫、きっと乗り越えられるって確信しましたから。だからこうしてお連れしたんです。そう言ってパニコさんはニコッと笑いました。鈴音さん、私の今の話を聞いてもやっぱり離婚するっていう意思は変わりませんか？パニコさんの質問に私は首をブンブンと横に振りました。私、リュウと一緒にいます。戦います。私もリュウも癌になんて病気になんて負けない。リュウと一緒に戦います。最後の最後の瞬間まで。だって夫婦ですもの。そう言ってくれると思ったわ。私も一緒に戦わせてね。力を合わせた私たちとパニコさんがいてくれるなら癌になんか勝てる。私はそう強く思ったんです。しばらくして目覚めたリュウに私は言いました。リュウ、何も知らずにごめんなさい。分かってあげられなくて、気づいてあげられなくてごめんね。でもね、私を見くびらないで。私たち夫婦でしょ。辛い時こそ支え合わなきゃ。私はリュウとパニコ先生と一緒にガンと戦う。それでリュウがうんざりするほどずっとそばにいてやるんだから。そう強く言うと、リュウは涙を目にいっぱい溜めて言いました。ありがとう。スズネは強いな。いや、俺が勝手にスズネは俺がいないとダメだって思い込んでたんだな。私たちは夫婦よ。いつだってなんだって二人で乗り越えるの。だから私のためにも頑張って。私が一緒に戦うからきっと勝てるわ。迷惑かけるかもしれないけど、よろしくお願いします。もちろん、私も頑張るわよ。それからの私たちは目まぐるしい毎日を過ごしました。抗がん剤や放射線治療、リハビリ、入退院に通院を繰り返しました。いいと聞けばいろんなサプリや薬を試したし、ありとあらゆる方法を試したんです。パニコさんはつてをたどって世界中の医者や学会、はたまた教授たちにも連絡を取ってくれて、リュウに最善の治療を提案してくれました。さらにはシェフや奥様までもリュウや私に合わせた食事を作ってきてくれたり、シェフと奥様、そしてパニコ先生には足を向けて眠れないねなんてリュウと笑い合ったんです。両家の両親も友人たちもリュウを励ましに何度も足を運んでくれました。素晴らしい家族と友人、彼らにも頭が下がる思いです。リュウのがん治療を通じて私たちは夫婦としてより一層絆が強く深くなったわ。その後もリュウは一進一退を繰り返したの。そしてあれから半年が経ちました。今日私はレストランパニに一人で来ています。シェフ、奥様、パニコ先生、この度はリュウの葬儀に参列していただいてありがとうございました。ああ、大変だったな。きっと今リュウさんは全ての辛さから解放されてるよ。それに葬儀での鈴音さんは立派だったよ。お疲れさんだったね。リュウさんも鈴音さんも本当に頑張ったわね。お疲れ様。3人からのねぎらいの言葉を聞いて私はまた涙が流れました。残念ながらリュウは虹の橋を渡ったの。今振り返るとね、リュウの闘病生活は長いようで短かったように思います。まだリュウがこの世にいないことが信じられなくて、不意にただいまって帰ってきそうな気がして、
ったおっかい。まあね、そう簡単に吹っ切れるもんじゃないさ。はい、でもどうしてもっと早く龍の体調の変化に気づかなかったのか。時間が経ってもまだそこには後悔があって、私がもっと早く気づいていたらと思うと悔やんでも悔やみきれませんでした。それは違うわ。え？私医者になって思うことがあってね、どのタイミングで病気が分かっても、どういう選択肢を選んだとしても、絶対に後悔って残ってしまうものなのよ。だから今目の前の課題にどう立ち向かうかが大切なんだと思う。リュウさんがこの世を去ってしまったことはすごく寂しいし残念なことでもあるけど、リュウさんはスズネさんに一緒に立ち向かってもらえてすごく幸せだったんじゃないかしら。パニコさん、最後まで夫婦で力を合わせて頑張った、それは素敵なことよ。その証拠に最後はあんなに大変な病気になったのに、とても安らかで幸せな顔だったじゃないの。それってスズネさんのおかげよ。パニコさんの言葉で完全に私の涙腺は崩壊、子供みたいにワンワンと泣きじゃくってしまいました。泣きたい時には泣きゃいいさ。寂しくなったらいつでもここに来て、リュウさんの思い出話をしようじゃないの。その通りだぜ。なんなら月命日は必ずここに来てくれてもいいぞ。店を貸し切りにして俺たちでリュウさんを思い出してやろうじゃないか。奥様、シェフ、ありがとうございます。泣きじゃくる私の背中をさすってくれるパニコさん。そうそう、スズネさん、私リュウさんから頼まれてることがあるの。え？1年に1回必ず私のところでスズネさんの健康診断をしてって。それからスズネさんとこれからもいい友達でいてほしいって。いいかしら？もちろんです。よろしくお願いします。最後の最後まで素敵な旦那さんだことだな。龍を失ってしまったことはとても辛いけど、その代わりに龍は私に素晴らしい友人を残してくれました。本当、最後の最後まで私のことばっかり考えて。龍、ありがとね。立ち直るまでまだまだ時間がかかるかもしれないけど、龍を感じながら私は新しい一歩を踏み出すつもりです。ご視聴ありがとうございます。次はどんな変わったパニックさんが出てくるんでしょうか。お楽しみください。